球 OB 選手名鑑。プロ野球 OB 選手名鑑。どうも、ジュンセイです。木谷カレーです。シュレディアパンダです。はい、はい、ということで本日の選手は誰ですか。本日は藤江仁さんです。おえい、我らが藤江さんです。我らが藤江さん、堺シュライクスのコーチでございます。2年連続でこの配信やってます。2日連続、え、2週連続で、ね、2週連続、別に1年に1回じゃないけど、そしたら10分じゃ短いね。どうしたどうした。はい、ということで、今日は藤江仁さんについてやりたいと思います。どうしたどうした。藤江仁さん、うん、大阪府堺市出身。うん、大阪府堺市出身、うん、大阪府堺市出身。あ、分かるだろ今。堺の人です。はい、でございます。はいはいはい、だから堺シュライクスなんでね。そうね、多分それでお声かかったんだと思います。うん、で、上宮大使高校。あ、上宮観光大使なんだ。じゃあ上宮観光大使高校じゃないで入った人全員観光大使みんななれるね。めちゃめちゃなれるやん。で、そこから、ノモベースボールクラブ。うん、そこからノモベースボールクラブ。うん、いや、なんで噛んだ今。今俺噛んだ。ノモね。ノモベースボールクラブ。うん、え、ノモ。ノモベースボールクラブじゃない。うん、ノモベースボールクラブ。ノモ。ノモベースボールクラブ。難しい。ビールなんていう。ビール。ビール。ノモ。おほう。うん。あ、ノモベースボールクラブ。ノモベースボール。ノモベースボールクラブ。そうそうそう。の藤江。藤さん。なんでここ前。藤江。ここ全然関係ない。藤井さん関係ないね。で、自らというか、野茂英雄直伝のフォークボールを教わって実力が開花したって。あ、野茂さんの国にフォークを。野茂さんフォーク教えてもらったってこと。野茂フォーク。へぇ、野茂フォーク。野茂フォークっていう無理やりすぎね。で、そこでね、都市対抗の予選で松下電器に5対3で完投勝ち。お、すごい。社会人野球の時に東北勝って。そうそうそう、うん、で、クラブ選手権も初出場、初優勝して最優秀賞を獲得。それはノモベースボールクラブの時に。ノモベースボールクラブじゃない。うん、そう。あ、じゃあ東北勝またなんだ。その次から東北勝。東北勝。あー、なるほどね。そう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 、東北勝もいます。で、都市対抗にも出て、うん、っていう感じです。うん、で、そこで結果出してドラフト2位で横浜ベイスターズ。へー、ベイスターズ時代も見てるし。あれでも、パープルでも66年ぶり都市対抗優勝してんじゃん。あ、あ、都市対抗に勝利してんの。勝利に貢献、優秀選手賞を取ってます。ね、そこで横浜に行きます。はい、すごいね。うん、最初は先発だったんですけど、うん、まあ、中継ぎとしてセットアッパーとして定着をしたっていう、ね、なるほどなるほど。横浜時代でございます。すごいね。まあ、でもさ、こう成績もこうあるんだけどさ、はいはい、お色々話ちょっとさせてもらったりとか、ね、やっぱすごい面白いし、すごいいい人だったし、ね、野球のことについてもすごい教えてくれたりしたじゃん。熱い人だった、ね、だから俺、うん、呼んでもいいんじゃない。もう呼べる呼べる呼べるよ。今までふざけて呼ぼうよみたいな、イソチャンネル呼ぼうよとかいうさ、うん、ところついに、もうついにもうガチ元プロの人に、だから成績こうやって僕らがこうやって予想っていうか、まあ、まあ一応残ってるけど、こうやってやるよりもやっぱ本人さんに、確かに確かに、登場してもらって。ええ、そうでしょう。それでは、うわ、登場していただきましょう。うわ、お待たせしました、すいません。ありがとうございます。はい、どうぞ。うわシュライクスヤバい人だと思われちゃう。やめとけおい。出せよ、うん、そこまでやるなら出せよ、うん、あ、いや死ぬなっつってんの。おいおい、起きろ。あれ、あれ、キダニ、あれ、キダニ、キダニね。うん、俺も、あれ、え、え、あれ、あ、そうか、さっき藤井さん、なんつよ。嘘、何藤井さん、なんつよ。藤井さんに直すよ。藤井さんですって言って。あれ、お前、え、え、え、何、またまたキスマークついてるよ。キスマークかい。なんて書いてるよ、横になんか名前書いてない。書いてある。なんて、うん、水川あさみ。事件だよ、結婚してんのに。水川あさみさん、間違ったんじゃない。久保田、ま、ね、正隆さんと間違ったんじゃない。似てるって言われてるじゃん。俺と久保田正隆間違える。ちょっと似てるって言われてたじゃん、ちょっとだけ。だちょっとだけある。間違えたんじゃない。一時期あるけど。旦那と間違えんじゃねえよ。
藤江さん、藤江さんの回ですね。まあね、ぜひね、また来ていただいた時はちょっとまたその回ももしね、お声掛けして OK 出たらまたちょっと、ね、あの普通にインタビューもしたいよね。そういうこと、インタビューしましょう、本当に。でね、まあこれで言うと、キャリアハイが2011年、はい、47試合に登板をして、うん、3勝0敗15ホールドで、うん、勝率がなんと10倍、すごい。防御率 1.58、 すごいよ。すごいね。うん、2回暴投してるけどそれはするやろするよ、だってファンサービスなんだもん。ファンサービスか、ファン、あ、わざとね。ファン、なんでなんでインプレー中にやろう終わってからやりたい。あ、そうか、マウンドから、マウンドからやったらもう沢村以上になっちゃうからピョーンのやつね、沢村さん以上になっちゃうからいやでもこの成績はすごいね。そうですね。で次がキャリアハイの52試合に登板。うん、いやすごいよ、はいはいはい。でセットアッパーとして、まあ、結構事務所の社長のね、川本さん、藤江さんすごい好き。おお、横浜時代とかもめっちゃ見てるから写真出るかな、川本さん。川本さんのあの、ね、麦わら帽子、麦わら帽子の写真出るかな多分ねでもあると思います。この人です、この人ね、うん、この人がすごい好きで、うん、あーやばっピョンって言って藤江さんが好きで、うん、もうあの気持ちが出るタイプのピッチャーがすごい好きっていうの、うん、でも藤江さんのことをもうゴリ押ししてた。そうね、めちゃめちゃ好きってさ、うん、あれ藤江さんも焼肉屋あれやられてます。やられてますよね。やられてます。やっぱ焼肉好きなんだね。そうだね、うん、なんだろう、ね、名前はゴリラクリニックって。違う、サンキューゴリラ。あ、サンキュー焼肉サンキューゴリラです脱毛できる。脱毛なんだよね。脱毛焼肉専門店ね。脱毛焼肉専門店じゃない人地区、人うまい、ひとまい、米の話じゃない。ひとまいっていうの米一粒やろで、そっから独立リーグの堺シライクスのコーチということで、はい、いやちょっと、まあ、実際に聞いてみたいわ、うん、そうね。この試合はどうだったとか、この年の思い出とか、まあ、大西さんもね、お時間あれば聞きたいところだけどね。うん、確かに。監督のだから、大西さんと藤井さんを呼んで、あ、このプロ野球を生み上げたコラボして、めっちゃいいじゃん。そう、ちょっと期待しておいてください。楽しみにしておいてください。もうどこの部位が好きかとかねタレはどういうこだわりがあるのかとかね焼肉屋のこといや、あれそんな下手くそだったっけ焼肉屋のこと。ツッコミ部そんな小学生っぽかったっけそう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 。はい、ということで本日は藤江ひとしさんについてでした。あれ、確か肘と肘ついちゃう、ついちゃう V だから話しよう